動画をご覧いただきましてありがとうございます。速稼塾の久保でございます。今回億万長者合宿リメンバーのテーマは、貧乏ということでしたね。貧乏の定義は何かというお問い合わせだったんですけども、貧乏はすいませんけども存在しないんじゃないかなと私は思ってるんですよね。貧乏と思うから貧乏が見える、貧乏に感じるわけであって、こう考えてみていただきたいんですけども、この地上に生命を持って生まれた、そういうふうな、存在がたくさんあると思いますけども、じゃあ自分は貧乏だと思ってる、この動画を見てる日本人の、あなたは貧乏なんですかね。スマートフォン持ってて貧乏なんですかね。動画が見れる時間があって貧乏なんですかね。この地上に生まれた生命としてスマートフォン欲しくても買えない人とか、今日何を食べるのか分からずに目を覚める人とかね、そういう人がいることをちょっと考えた時に、私たち日本人は上位何パーセントの富裕層なんだろう、超富裕層だと思うんですよ。地上に生まれた生命の中で私たちは超富裕層ですよ。これは比較ではなくって、地球という限られた空間の中にある限られた生命の中で順番がつくわけなんですよね。その時に果たして我々が貧乏なのかなと思っちゃうんですよ。だから思うんですよね。自分のどこが貧乏だというふうに自分で決めるから、どんどん貧乏になっていきます。他者と比較してっていう話もあったんで、そこからなぞらえると、何と比較するかによって自分の存在がどこにあるかって決まるんですよ。じゃあ自分が持ってなくて、で誰かがそれを持っている、そういう人とね、所有者と自分が比べると、それは確かに自分はないんで貧乏だって感じると思いますけども、自分が持っているものとそれを持っていない人と比べまくってください。例えば義務教育とかね、それからスマートフォンでもそうですし、職場とかね、ポケットの中に小銭はあるでしょう。でそういう状況とそれすらない人と毎日毎日比べていったら貧乏だって感じますかね。むしろね、豊かだというふうなことに気づくんではないかなと思うんですよ。だからまとめて言うと、自分が貧乏と感じるものと比較しているのか、豊かだと、自分がね豊かだと思えるものと比較しているのかっていう言い方もできますよね。で話を始めに戻しますけども、貧乏だと思うから貧乏ってのはどういう意味かっていうとね、私はトランザムって車を持ってるんですよ。それからベルファイアってのも同時期に買ったのと、あとはね軽自動車と4台あるんですよね。アトレーっていう軽自動車もありますんで、4台車があるんですね。でも普段全く乗らないんですよ。今日も乗ってないし、もうね1週間ぐらい車には乗ってないんですよ。乗ってないですし、出かける時に車をいちいち見るかって見てないんですよ。だから4台所有してるのに車の存在を普段ね忘れてるんですよね。だからこれは自分が車のオーナーですよっていうふうに気づいてない状態、持ってないのと一緒ですよ。乗りもしないわけですから。だから自分が車を持ってるってことを認識してなければ車を持ってないのと同じなんですよね。で、いつかはね認識すると思いますけども、で貧乏を認識するからそれが現実になって貧乏だと感じるわけなんですよね。だから貧乏を見ない、貧乏を感じないっていうふうに決めれば貧乏ではないんじゃないかなと思います。私の例ですけど、2013年速稼塾を始めた時、多くの生徒さんがそこからいらっしゃいました。おそらく私が金銭的な問題を解決した、お金なんてたくさん持ってるだろうっていうふうな、そういうふうな思いでね見てくださった方もいると思いますけども、どっこいその時私の借金を3000万まだ切ってなかったですからね。だからおそらく私の受講生さんの中でも誰よりもマイナスな人間だったわけですよ。でもそのマイナス3000万の借金がありますよっていちいち言うわけではないんですよ、私は。ということは、私がこんな自己アフィリエイトみたいなお金を稼ぐ方法がありますよっていうところだけを見てる人から言わせると、久保哲郎は金持ちに違いないなわけなんですよ。でも私の金持ちじゃないという部分を見せれば、久保さんは金がない人だっていうふうに見えるはずなんですよね。だそういうふうに考えて、貧乏をね定義するのは非常に難しいというか、貧乏の定義はないんですよ。一人一人がどこを見て何を感じることを決めるかってことの連続なんですよね。だから借金が私あっても貧乏だなんて思わなかったですよね。ただお金がないだけと、
うん、いろいろ人類活動する中で、人間活動する中でお金がマイナス3000万というだけなんですよ。でも弁当買おうと思ったら懐には千円札あるし、まあなんて言いますかね、 お店の支払いはしてるし、従業員に給料払ってるし、借金はどんどん増えていくけども、別に察して困ったことはないかなというふうに思ってました。で今でもそうなんですよね。今でも銀行口座をね、いちいち見ることはなくなりましたけども、とりあえずクレジットカードをストップしないんで何枚も使ってるわけなんですよ。もちろん全部現金一括、現金じゃない、翌月一括払いなんですけども、あの引き落としの事故ってのはね、以前と違って全くないですよね。そればかりか最近はですね、アメックスとかね、ジャックスとか JCB からインビテーションが来てるんですよ、このプラチナの。でこの前も来たのが、プラチナカード、アメックスのプラチナカードのインビテーションが2社来てですね、2社っていうか2つ来てですね、2社、私の会社に対して、でこっちの会社とこっちの会社はプラチナにしませんかっていう風な、お誘いがあったんですよ、まあ営業ですよね、いわゆる。で年会費15万だって言うんですよ。すごいですね。カード持ってるだけで15万かかるんですよね。まあそれはまあ置いといてですね、私はそういう風に、貧乏っていうものはそれを認識したい人が貧乏というふうに自分を思い込ませているわけであって、貧乏を見てなければね、借金があろうがホームレスだろうが豊かさを感じることはできるんですよ。私は当時こう思ってました。お金がどんなにない人も、お金がむちゃくちゃある人も、犬に噛まれりゃ痛いですしね、わけもなく後ろからぶん殴られれば、いや、これはムカッときますしね、彼女がいなくなったら寂しいですしね、アルマゲドンって映画を見れば感動して涙流れますよね。だからあんまり変わんないんですよ。この金銭の高で測れるものなんてあんまりないんですよ。もしお金がたくさんあって豊かに見えるとしたら、その人は自分の価値基準をお金に置いてるってことなんですよ。その割合が大きいってことなんですよね。でお金に価値基準を置いてないと、なんか人の心のあったかさがね、基準だったりとかね、なんかこうスタイルがいいとか顔がいいっていうのが基準だったりするんですよ。ただ単にその基準をどこに置いてるかってことだと思います。お金に基準を置いてる人は貧乏だとかね、金持ちはずるいだとかね、税金がどうとかって考えると、税金以上に恩恵がもらってないとか、結局自分が失いたくない、いろいろ欲しい欲しいになっちゃうのかなと思います。まあそんなことじゃなくてね、地上に生まれた者同士、全てのものは共有財産だと思えばいいんじゃないですかね。知恵もみんなのもの、お金もみんなのもの、なんかね、いろんな困ったこともみんなのものっていうふうに考えていけないかなとか思っちゃいますけどね。それからですね、まあ貧乏とか、それから富裕層が生まれるっていう形は確かにあると思いますけども、資本主義といいますかね、競争ってあるじゃないですか、競争ね。受験勉強も競争ですし、学校そのものが競争組織なわけですよ。そして会社も競争です。この競争に、結局はね、積極的に私たちは参加してるんですよ。ビジネスも競争に強制的じゃなくて自発的に参加してるんですよ。私がビジネスを辞めたっていうのは、そういうね、お金を得るための競争はしないよってことなんですよ。でも多くの方は多分ビジネスを仕掛けていって、他の、例えばね、他のビジネス塾に生徒さんが入ったらうちに入んなくなるみたいなことを考えていってしまって、結局は競争するんですよね。で競争がどういうことかってこともお話しします。競争っていうのは、一人の勝者とその他大勢の敗者を作りに行く行為なんですよ。まあ、ですんで競争に参加すると、自分が一番を取らない限りは貧乏に属することになります。もしくは自分が一番になることによって自分以外の貧乏を作り出すことに組みするってことだと思うんですよ。これがだから競争のね、姿だと思うんですよね。皆さん競争して勝つこととか栄冠を勝ち取ること、素晴らしいと思ってますけども、思ってると思うんですよ。ただ勝者がいれば必ず敗者がいるんですよ。必ずですよ。一人勝つと一人以上負け出るんですよ。だから誰かが勝つ、自分が勝つ、知り合いが勝つ、そうするとその他圧倒的多数のかわいそうな人を作ってるってことなんですよね。でそういうところをね、全く我々は意識してないということなんですよ。私速稼塾っていうのを始めて非常に多く感じるのは、同じルールの上で戦ってきて勝てない人の方が圧倒的に多いってことなんですよね。そして競争とかビジネスでもね、ライバルも言ってみれば競争なんですけども、
結局はね、なんかその貧乏を作ることにみんなして協力してるんですよね。まあ、今日の話はそんなところですね。貧乏の概念はない。そして皆さん競争する以上みんなで積極的に貧乏、大多数の貧乏とかね、敗者を作りに行ってるっていう行為ではないかなと思います。さあそこでね、吉田さんは競争についてどう思うかってことを聞いてみたいと思います。競争の定義ではないです。競争についてですよ。進学っていうのは競争です。就職っていうのは競争です。ビジネス、企業は競争です。本当に私たちは競争して誰かにね、貧しさを押し付けないと豊かになれないんでしょうか。誰かのお金を奪わないとやっていけないんでしょうか。特にお金に困ったよっていう人が寄ってきた時に、ビジネスを進める時に最初に大きなお金をぶん取ると、その人はさらなるマイナスに陥るわけですよね。でそこをどう考えればいいのかなと。私はだからビジネスっていうのは教えてる時っていうのはね、やっぱり最初に大きなダメージを与えてはいけないかなと思ったんで、非常に、支払い方法をね悩みましたね。2017年までは全額一括払いをお願いしてましたけども、ではそうではないなと思いましたね。先にその時までに払わないといけないということで、豊かさへの道を諦めざるを得ない人がやっぱ多いんだなと思うんですよ。なんてだって塾費用がやっぱ50万とか60万ってのを最初に払えるってことは、少なくとも貧乏ではないんですよね。まだ余力がある方なんですよ。だからそういう方は別にビジネスやらなくてもいいのかなと。本当にビジネスやる方っていうのは1万円が払えなくてそのレベルで困ってる方だと思うんですよ。言ってみればそういうところ、そういう方がね、まあ貧乏と自称しても許される範囲なんではないかなと思いますよね。さあ吉田さん、競争とはいかがでしょうか。では失礼します。